こんにちは、オーメンズイレブンです。今回は茨城県のつくば市にあるガマランドという観光スポットに行ってきました。筑波山に行ったことのある人なら一度は見かけたことがあるであろうこの施設、現在では老朽化が進み昭和の哀愁が漂う B 級スポットとして一部の人から愛されているそうだ。そんな私も過去に訪れたことがあるがほとんど記憶にない。2023年現在のガマランドがどのような状態になっているのか確認するべく実際に直接行ってみることにしました。それではぜひご覧ください。どんよりとした曇り空、今私は茨城県をドライブしています。この辺りの景色ももう見慣れたものだ。東つくばユートピア、つくばワンワンランド、その他多くの茨城県の観光スポットに昨年訪れる機会が多かったからだ。ガマランドに行くのは何年ぶりだろうか。今回もあえて多くの情報を調べてはいないので、どんな世界観が待っているのか非常に楽しみだ。多くの宿が並ぶ通りを抜け、再び山道を何キロか走る。今にも止まってしまいそうな速度の車に先導され駐車場に到着した。本日は祝日ということもあり登山客でにぎわっているようだ。レストハウスで何か甘いものでも食べたいが、まずは今回の目的であるガマランドに向かうとするか。駐車場を見渡すと何やら遠くに見える。ガマ大明神、ついに念願のガマランドに到着だ。情報が多すぎて何から見ていけばいいかわからない。何の動物がこの檻で飼われていたのだろうか。肘をついた巨大なガマガエルと、その奥に握り岩と書かれた撫でると幸せになれる石が置いてある。ヒゲを生やしたこの男は誰だ。今見れば納得と書かれた看板が気になる。一体何に納得するというのだろうか。ガマ洞窟、こちらはガマ洞窟という名のお化け屋敷。残念ながら現在は閉鎖されてしまったとのことだ。数年前までは営業しており、いろんな意味でかなり怖かったらしい。この建物、筑波ニューミツイヤがガマランドを運営しているらしいのだが、本日は定休日か。それでは階段を上がってみよう。なんという世界観だ。私は思わず息を呑み言葉を失ってしまった。
タイムスリップでもしたかのようなこの感覚。老朽化して錆びついてしまったこの遊具たちも、もはや芸術品といっても過言ではないくらいの哀愁を漂わせている。キティちゃん、サトコちゃん、怖すぎないか？ホラーゲームに出てきそうな錆びついた階段を上がってみる。この螺旋階段を下る勇気はなかった。建物の屋根の上に何か見える。カエルの背中にシマウマが乗っている。どういうことだ。にぎわっていた頃を見てみたいな。長い滑り台があった。おそらく現在は使用できないだろう。さらに階段を上がるとガマ大明神に会える。ちょっと何を言ってるかわからない。もしかしてさっき見たカエルのことか。この道はさすがに歩けそうにないな。5分あれば見終わるであろう施設の規模だが、気がつけばもう30分近く滞在している。全く人がいないかと思っていたが、登山客が多いせいかガマランドを見に来る人も多かった。よく見ると表面がザラザラのコンクリートだ。果たして何人のズボンをボロボロにしてきたんだろうか。登山客はここから登っていくのだろう。これで全て見終えたはずだ。来てよかった。大満足だ。さらに老朽化が進むといずれ入れなくなってしまう日が来るのか。
そして最後にどうしても気になっていたことがある。この遊具たちは動くんだろうか。さとこちゃんに決めた。完全に飲まれたぜ。しかし、さとこちゃんの顔が心なしか先ほどよりも穏やかになったように見えた。私が帰る頃には再び多くの人でにぎわっており、昔のにぎわいを少し垣間見ることができた気がした。以上、ガマランドでした。